された ARTA フェスタ来季の F1 参戦に向け積極的に活動する鈴木亜久里代表のもと OB を含む ARTA ドライバーやレース関係者が多数顔を揃えた。最初フォーミュラ日本の時鈴鹿で4周しか走れないんだから、あの3周走るともうハンドル重くて走れませんって入ってきちゃうんだから。大人そうで張り合える日本人は今草山ぐらいになるから、あと5年出なきゃね、面白かったですよ。11月21日秋晴れに恵まれたお台場の特設コースでは ARTA MSX 対 ARTA ガライアのタイムアタック合戦も行われた。この対決では NSX に乗る伊藤大輔が貫禄のトップタイム。しかしピットワーク対決ではガライアチームが奮起。 NSX が先にタイヤをはめた。さあどうなる。おー、ここでガライアが抜いた。見事優秀の美を飾った。そして再び茂木のホンダレーシングサンクスデイ。何やら大御所から若手までホンダを背負って立つレーシングドライバーたちが集まり始めた。なんと佐藤拓磨も参加するカート対決が行われるようだ。いいドライバー揃ってますから、はい、ゴーカート出身の、もう全然大丈夫ですか。いやもうやってみないと分かんないですからね、はい、どこまで上がれるか。もう楽しんで順位上げて、はいはいはい、よろしくお願いします。頑張ってください。ホールスターターはマツダ、ロッテラ、中島悟監督のエプソン NSX チーム。2番グリッドは伊藤、パーマン、鈴木亜久里監督の ARTA NSX チーム。3番グリッドはフィリップ、ルフォア、高橋国光監督のレイブレック NSX チーム。4番グリッドは道上、小暮の高田ドーム NSX チーム。そして最後尾からは武藤、松浦、佐藤のフォーミュラチーム。果たして勝つのは。ゴールからダッシュ、トップに立ったのはエプソンチームのロッテラ。オーバルコースのストレートを舞台に激しいトップ争いが繰り広げられる。ここでどうだ。ホールショット、サイドバイサイドだ、サイドバイサイドだ。アンドリロッテアか、アンドリロッテア、いや超えてる、セバスチャン・フィリップだ。すいません、中島監督、カメラ前なんですが、レースとなればみんな真剣。くっついてる、くっついてる。大事ドライバーは特設コースを2周してドライバーチェンジ。ドライバー交代、早い早い。おーっとおーっと、走り込んで乗っておりますけれども、どういうことなんでありましょうか。おーっとおーっと。そしてピットアウトした小暮と松浦が接触。松浦抗議。そしていよいよアンカーの戦い。フォーミュラチームはインディカーの松浦航介から F1 の佐藤拓磨。果たして勝負の行方は。この時点でトップはエプソンチーム中島監督。その中島監督を高田チーム道上亮がラインをクロスさせてオーバーテイク。3番手につける佐藤拓磨は納豆走行の中島監督を猛追。トップは高田チーム道上。佐藤拓磨対中島悟の新旧 F1 ドライバー対決、結果は拓磨の勝ち。でチェッカーを受けたのは高田チーム内上、2番手フォーミュラチーム佐藤。中島監督率いるエプソンチームは3位でレースを終えた。おめでとうございます。優勝です、はい、優勝ですね、はい、今シーズン初優勝。いやもう非常に楽しみどころあるレースでしたけど、はい、いかがでした。いやもうなんかレバー間違って、なんかチョークを引いたと。チョーク引いたり、ガソリンのコックを閉めちゃった、そしていよいよ激甚スペシャル企画。さあというわけで、なんとこのスペシャル企画は2005年型 NSX に乗せていただくということで、伊藤大輔選手に来ていただきました。お願いします。おはようございます。どうも。
ありがとうございます。乗るんですか？乗らせてくださいよ。あの NA の2005年 NSX。そうなんですよ、ねええ。こんなことありました？他に乗せた人、その同型モデルに。っていうか今年のモデルまだ乗せたことない。ないでしょ？はい。僕初デートでしょ？初デート。初走り。僕芸能人初走りよ。人類初ですよ。伊藤大輔のドライブにより今シーズン大活躍した05年型 NSX に同乗走行が実現。人類、いや類人猿同乗は史上初。コースはオーバル。果たしてどうなるのか。ピットロードでリアがスライドしただけで、そしてタイヤも温まり、いよいよ全開。マキシマム280キロの世界へと突入していく。危ない。もうこれすごい速くなってきた。ストレート並みに速くなってきた。立ち上がりも速い。加速がすごい。ストレートになってずっと片側。減速してアウトインアウト。ここでアウトインアウトか。アウトインアウトはいないよ。ここで伊藤、マシンを一旦減速させ、一気にトップスピードまでフル加速。内臓も偏る強烈な横 G にモンキッキー悶絶。最初の NSX をオーバーテイク。そしてピットイン。果たしてモンキッキーは。何キロでしたの？声が枯れてるよ俺。この後小島アナもNSX で時速280キロの世界を体感。05年型 NSX のパフォーマンスを身をもって知ることになった。ドライバーの凄さっていうのは本当に分かりますよね。どれだけ正確なコントロールをあれだけ過酷な状況でやってるかっていう。そうだってね、ミリ単位の世界ですね、うん、そうそうそう、ね、で一周一周走るラインがちょっとずつ違うんですよね。ということで、来年はですね、いよいよスープラが12年の歴史に閉じて、はい、新しくトヨタも出てきますし、うん、はい、NSX は今年も3戦目から NA でガッと来ましたけど、はい、さらに進化していくはずです、はい。佐藤拓磨は鈴木アグリ率いる F1 チームのシートに座ると噂されている。常に進化し続けなければ、ライバルたちから置き去りにされるモーターレーシングの世界。一郎の熱きチャレンジングスピリッツを継承するホンダの選手たち。彼らは来シーズンいかなる活躍を見せてくれるのだろうか。ホンダレーシングサンクスデーでホンダのやる気を見て取った。